丈夫だぞ。もっともっと頑張らなくちゃ。待ちなさい。もう愚かなことはやめなさい。シエネ、これはお前が命令したのか。いいえ、残念ですが。これがグラナスの教えだとでも言うのか。なぜこんなことをする。バルマーの体の時といい、一体何をするつもりだ。シレーネ様、わからないでしょうね。何もわからない、知らないとは幸せなこと。どういう意味だ。この世界のありよう、おかしいとは思わないのですか。なぜこんなにも苦しく、こんなにも醜いのか。すべては、そう、人間自らの罪によるもの。浅ましき人間は何の力もなく、神にすがるだけ。そのくせ信じきれもしない。祈りを口にしても闇の火に怯え、挙句に神殿に詰めかける。なんと身勝手なもの。だから殺したっていうのか。哀れな人間にとって死こそは唯一の救い。苦しみからの解放を願っていたのは彼ら自身でしょうに。なんだと。シレーネ様、なぜここまでする必要があるのです。エレナ。エレナ、あなたは自分の使命を忘れていないでしょうね。私の。エルナ、一体何を。今のお前は何を信じているのかしら。その男かしら。だが私は違う。私はゼラ様の命を全うする。それこそが私の願い。このように悲しい試練を下されたのです。あなたの大いなる愛で包んでくださいます。どうかご覧くださいませ。ゼラ様、私の誠の思いを。
魂の叫びに応えよ。これでいけるぜ。生命の源よ、爆裂の力を示せ。断りに従うのだ。You! 金剛撃!
敵を滅ぼさ。7401、糖度716。敵を滅ぼさ。くらえ！天魔獣人剣！じゃ、俺の命は取れねえな。
光と闇とは対の存在であった。人の心にも光と闇があり、善と悪を生み出しておる。しかし、この世界は闇に包まれ、今まさに破滅を迎えようとしておる。何を言われるのです、ゼラ様。グラナサーベルを探し出したのは何のためです？バルマーを封じる用意はもうできているではありませんか。あとはグラナス様の祝福さえあれば。うん、確かにそうだ。しかし闇は強く、光はあまりに弱い。なぜだと思う？遥かな太古より光と闇は常に戦いを繰り返してきた。両者は決着をつけねばならなかったのだ。人も光と闇に分かれ争っておった。そして神魔の戦いが起きた。この戦いこそが神と悪魔、善と悪の結末を明確にしたのだ。さあ、お前たちも真実を見るがいい。
遥かなる太古、グラナス様の慈愛に満ちた光のもと、人は幸せに暮らしておった。世界は豊かで輝くばかりの美しさに満ちておった。だがバルマーがやってきおった。バルマーはこの世界に闇の汚れをもたらし、雨粒さえ無垢で麗しき人の心さえも踏みにじった。光と闇は戦う運命、戦場はどこまでも遠く広がっていた。争いは互いに一歩も譲らぬまま、果てしなく虚しく続いていった。そして、ついにその時が来たのだ。グラナス様とバルマーが長く果てしない争いに決着をつけるべく相対した。そして、これが、神魔の戦いの結末だと。そう、グラナス様は死んでいたのだよ、とうの昔にな。戦いは闇の勝利に終わったのだ。グラナス様が死んだ。そう、人の心に光がないのも当然。グラナス亡き今、もはやバルマー復活を防ぐ術などない。世界は確実に破滅へ向かっておる。何？ではなぜグラナス・サーベルを探させたのだ？死んだ神の剣で新しく再生しつつあるバルマーを滅ぼせるわけがなかろう。まさかゼラ様？まったく、メルフィスめがグラナサーベルの在りかを明かしておれば、お前たちなど必要もなかったのだが、わしの目的はグラナサーベルと共に封じられたバルマーの体を解き放つこと。なんだと？まさか！そう、シレーネも最後の務めを果たしてくれた。おお、そのためにこそあやつにバルマーの心臓を植え込んだのだ。わしの目的はバルマー復活よ。では、私のしてきたことは。バカな、悪魔を復活させたりしたらお前もただでは済まないんだぞ。そのようなこと分かっておるよ。だが、滅びつつあるこの世界を救うにはバルマーの力を使うしかないのだ。なぜ闇の紋章がここに？グラナスの歌姫、忌まわしき力を宿した娘よ、お前の力がバルマーを呼び覚ます。さあ、時が来た、エレナよ。セラ様、いや、約束通り、お前からミレーニアを消し去ってやる。闇と汚れをなくしてやろう。来るがよい。リュウド！バルマーの復活の月を見ておるがよかい。
騒々しい姿、見よ、あれこそが破滅の根源。ディオ、このまま突っ込むぞ。